倉庫に入るにはまずドアを開けるんだよ。じゃなきゃ進めないぜ。え、まあ、倉庫入んの？なのになぜこんなにややこしいんだ。お前がややこしい。お前がややこしい。俺のせいなの？でも俺は。よし。バイバイ。ごめんね。うちは話聞いてらんねえや。この車いっぱい出てきた。やべやべ。よし。どこ痛いんだこれ。鍵どこ、鍵どこ。デスラリーだ。痛い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 。強い強い強い。ワイルド。あらら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 。あ、死んだ俺。あ、新しい車出現。だけどとりあえずこれでいいでしょ。じゃあこの中いいよ。安心ですねここは。これ安心ですね本当に。あいつはぶっ殺しよう。ここで今のうちに逃げられた。オッケー。こっち。さあドアが開きました。さあこれでこのライト壊れるでしょうね。分かってる。バリッて。何なんだろうな本当このお約束ってやつね。え、うういっぱい飛んできた。やめてくれやめて。いっぱい来た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 。キモい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 。死にたくない死にたくない。壊さんといて。車痛い痛い痛い。壊れちまったよ。あー引かれた。死ぬー。守り込みてー。普通の交通事故だよ今の。これなんだよこれ。また止まった。あれあれ、また止まってました僕。皆さんまた止まってました僕今ねえ。俺ちょっとすげえゲーム夢中になってた今。やべえ、あのカーチェイスしてた。すげえすげえカーチェイスしてた。ごめんみんな。はい、というわけで倉庫開けたとこからです。行きましょう。悪いなみんな。なんかコメント止まったな。おかしいなと思ったんだよねえ。まあ、どうせあれだな、みんな夢中なんだろうなーっていうね。あの、いや、ちょ、マジこれ無理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 。勘弁してくれ勘弁して。あーってこう車壊れる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 。早く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 。突っ込めー。いやー、なんかすごい出てきた。こんにちは。タコ殴り飽きません。はじけろ。あ、死んだ死んだ。いっぱい来た。わりわり無理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 。やめた。まだいる。よし、さあこれで全滅。危なかった今俺。確実に死んだと思ったけど、やっぱ諦めない心があれば何でもなるっていいだね。よし、こういう時にフレアガン使えよってな。それわかる。でも俺なんか貧乏症なんだよね。あのエリクサー最後まで使わないタイプだからさ。ねえわかる。みんなラストダンジョンとかMP ケチってラスダに到着、ラスボスまで到着するけど、ラスボスでも MP 使い切らないやつだから俺ねえ。ダメなんだよねほんと。出し惜しみしちゃうから。何これ、発煙筒ハンティングで。なんだろう、なんだ今の赤い箱。わかるっしょみんな、あの気持ち。よし、さあリボルバー弾回収しましょう。発煙筒もっと欲しい。あの神のアイテム、記憶なんでしょうあれ。
あら、どうしたのよ。いつも私がこっち側でしょ。どうしたん？何の記憶だ？今、奥さんの記憶ですかね、多分。ねえ。くそー。みんなどこ行ったんだろう、ほんと。え、ここってなんだ？どこだ、ここ。わからん。わからんけど行こう。え、ここじゃねえ、どっちだ？こっち？下？湖？こっち？テレビある。嘘やろ？クリアがー！イエーイ！なんだこいつら。登る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 。よし。あ、痛い！痛い！降りてきた？あ、これダメじゃん。はい、みんな大好き発煙筒。このスキーに登ろう。危ねえ。奥さんは助けられましたよ。敵登ってこねえよな。奥さん助けて、幸せになった。さあ、大型ランタンに切り替えましょう。ね、奥さんを助けた代わりに、自分だけが闇の世界に残ってしまったんだよね、このアラン君は。ね、アラン君とかなんかすげえ上から目線なんですけど、僕。ね、このアラン君。目覚まし時計拾った。朝だよ、起きてー。よし。どっちや、次。アランタン。なんか違うなぁ。ダイダラ君。あ、いいですね、皆さん。僕のこともダイダラ、ダイダラ様って呼んでくださいよ。あの音はやばいんじゃないか？なんか何？確かに。何あの音って。うん、なんかやばいやついる。あーね、なんかやばそうな機械がある感じ。ワイルド、どこにいるんでしょうか。ちょ、会いたくない感じね。痛い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 。おや、落ち着いてくれ。みんないるじゃん、敵。うまっ。これチェンさんじゃん。あーあああ、やべやべ。あっ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 、危ねえお前。一回串刺しだったわ。なんで生きてんだ俺。やめろってほんとそういうの。友達なくすからさ、腹いて。ブルン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 。腹いてにするのがおかしいわ。治るって妄想すれば治る？それな。さあ、目覚ましとっけ。カンカンカン、起きて。さあ、シグナルの後追っていきましょうか。回復ポイント。よかった。ねえ。ブルドーザーに惹かれまくって今更。確かにそれある。夢の中だから、自分は主人公。今なら空も飛べる。何？ビジムが不穏なんだよな。痛い。よし！よし！よし！すごいなんかボンバーマン的に連鎖反応していた。痛い！痛い！痛い！勘弁してくれ、本当に。来てる来てる来てる。この埃じゃ、またアレルギーが出そうだ。まあ、埃アレルギーだっけ。後ろから、あうわー。でもみんな夢の中で、ねえ、何でも叶う夢とか見たことある？いいよね、俺もそういう夢見たいな。ねえ。痛い痛い。なんでどっかに行けないの？上か。よいしょ、お入り。上から来るのずるいよな。よいしょ、ゆっくり進んでいきましょう。ね。後ろ不注意だよな。ごめんなさい。さあ、サラリーマン、やっつけました。ごめんな、リーマン。お前にも、なんか子供とかいたのかもしんねえけど。よいしょ。ドーン！ドーン！
ほんにゃららら。よし、城はいないだろ、さすがに。うお、横、横にいた？早いね、くんの敵。よし。まだくんの？帰ってください。あなた。なんかある？ねえな。そう、全部やっつけて進めば、怖くねえって聞いたことある。でも弾が、すげえ、もりもり減る。よし。発煙筒。このアレルギーは現実だね。発煙筒またあったし。この通りだ。よかった。国へ帰るんだな。お前にも家族がいるんだろうって、ね。よいしょ。誰のセリフだっけ？そう、ストリートファイターで聞いたことあるんだけど、誰のセリフだったのかね、俺ずっと思い出せないんだよね、あれ。よし。さあ、回収か、OK です。もうなおねが、まだ、もうお前ら消える消える、痛い痛い痛い、もうやだ、もう本当に勘弁して、消える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 、まったくもう弾けすぎ、これが青春、青春は弾ける、俺たちの青春は終わんねえ。よし、さあ青春のねえ、よいしょ、ビクトリーロード歩いていきましょう。ブリッジ、記憶、また記憶です。ダメよ、下でみんなが待ってるんだから、今は。あら、このま、この後めちゃめちゃ、私と分かっていても胸が痛んだ。何したんでしょうね。アリスを救ってダメよ、もうどれくらい経ったのか、みんな下にいるでしょ。数日、数週間、今の俺には見当もつかなかった。だからラブラブって感じだよね、いいね。なんかこれ使う、お、なんかまたあった。誰お前。アリス・ウェイクね、暗闇恐怖症の美しきミューズね、ラブライブ、癒しのオアシスね、走りあらん？え？今ミューズ見てたんだけど、どこ行くの？ここ？登れないんだけど、ここ？ここっぽいけど、出ていくんだろう。こいつ倒して上乗って、上乗れないな、これどうしよう、みんなジャンプ、どうしよう、上行けねえ。なんかあるんだよね、上行く方法が。考えてみんな。あ、押す、こんな簡単なこと気づいてましたよ。え、こっち飛び込めー、あれ？飛び込まない？どういうこと？なんかパッといかなかったわけ、押して。下でみんなが待ってるんだから。これなんかすげえ変な想像しかできねえよな。ダメよ。ダメよ。ダメよ。アリスを救ってから、はいはいはい、もうどれくらい経ったのだろう。それは数日、数週間、今の俺には見当もつかなかった。これ早いわ。ダメよ。次敵さん、こんにちはだよ。次やつらが待ってる、こんにちは。ごめんなさい。コロッシュ。さあ、なんとか脱出成功です。危ねえな、あいつら。ヤクザだわ。さあ、記憶またありました。ねえ、アラ、こっちよ。いいものなんかもう、変なセリフにしか聞こえないんだけど、これ。大丈夫？こっちにいいものがあるの？あー。あー、でもなんか、明るくなってきたね、これ。
写真はの、あんたか。え、どっち、あ、落ちちゃった。あれ、待って、そのままいい感じよ。こうか、もうちょっと笑って。奥さんが俺を撮ってる。笑いすぎ、ミステリアスでタフなイメージが欲しいの。ちょっと危険な香りの男ってモテるのよ。そうなの。俺はクリーンだ。よく言うわよ、あんな小説書いててクリーンはないでしょ。ケーシー、表紙の撮影だよねこれ多分。ちょっと危ない方がイメージなの。そう、そんな感じ。危ない男。しかも危ない。足投げ。こうしてみるとヒゲも悪くないわね。よく似合ってる。そういうプレイってやつ？オッケー、終わりよ。やっとスーツが脱げる。二人でね、協力して作り上げてきたんだもんねこの作、あの作品っていうかやつを。いいね。あの頃の俺はまだ欠けていた。看板のやつだと、看板とか表紙のやつだろうね多分。いい思い出だが、今は辛すぎた。ここは闇の世界、誰もいない。アリス、俺のミューズ、ミューズはどこ。何これ。さあ、光あふれるところを抜けて、ここ自室、自分の部屋だよねこれって。来た、帰ってきた。オッケー。でも発煙筒とか目覚まし時計とかなんかいっぱいアイテムあるんですけど、これ大丈夫ですかね。すごいアイテムいっぱい置いてるんですけど、満載なんですけど、これなんか全員いそう。古風古風聞こえる。発煙筒すげえある。ありがとうってぐらいある。これ古風きた。全員、あら、よくやった。ここならしばらくは安全だ。今のうちに話しておこう。時間がない。これお父さんです多分。全員、どうすればここから出られる。それが君の敵だ。君自身だ。自分自身。闇が、闇が迫る。彼はさらわれ、道を見失った。分かっていた、彼には耐えられない。出口はないのだと。俺はここにいる。こいつは俺じゃない。ただ見ろとしておこう。環境、暴走だ。闇の力が。これは闇ではなく君が引き起こしている悪夢。君は自分の悪夢に囚われている。敵は君自身。自分自身。気持ち悪いよこれ。眩しくない。レイクには理解できなかった。もう助からない。二度と目覚めない。闇のうねりが近づいていた。彼を飲み込む闇。もうすごい不吉なことしか言えないこいつ。あ、やばい。あ、消えた。迫り来る何かがウェイクの心を蝕んでいた。マジでいらんこと言うなあいつ。闇もそう悪くない。彼は内なる闇を感じた。真実を語る声だ。だが、やだ。思考が乱れ、理解できなかった。寝れなくなったよ。思考を止め、ただ流れに身を任せたかった。待て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 。勘弁してくれよ。痛い。そう、やめてくれ。いっぱいテレビある。なんでここテレビ局なの。テレビ山じゃんここ。よし、全部のテレビをぶっ壊してようやく前進める。ロトムかよ。ちょっと面白いね。さあ、まだテレビがある？破壊しろって。任しとけって。テレビだらけじゃん。うおほほーい。なんだこれ。あ、死んだ。え？これ結構やべえやつかもしれん。みんな嬉しい、嬉しいのポーズ。行こう、フレアガン。消え去れ貴様ら。
あ、一瞬まだいた。フレアガン待つよ。今フレアガン撃った俺。でもあいやーいやいやーあいや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 ーイエーイ。痛い痛い死んだ。まだ生きてまだ生きてる。まだ生きてまだ生きてる。おい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 、敵が多い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 。本当にダメですよこれ。痛い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 。本当にまだもういない。まだいた。大変やぞ。体力ちょっと回復した。なんですぐ後ろに湧くの。なんかまた来た。でかい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 。やべえってこれ。嘘。お前もうやばい。これもう無限は効かな。ちょ回復して回復して。本当に上から降ってきた。こんにちはニキーって。ちげえから。なんでこんな敵いるの。まだある。なんかちょフレアガンもう一発撃てるようにしとこう。うえーテレビ死んだ。テレビは死んだ。勝った俺たちは。これ世界はニコニコ動画がいただいた。臭い。大丈夫。まだいい。 あるんだけどテレビ。いいテレビあんだけど。うわあ、船降ってきた。船はあかんと思う俺。考えたやつはあかんと。本も降ってきたよ。あかんと思うで。どこだ。そこは船近づいてる。なんだかで近い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 。なぜやらかう。なんだこいつ。なぜ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 。あ、どうした。なやこれ。ブツンって言える。助かった俺。ダメ。気がついた。お前かよ。あ、違う。ハートマン。好きで。それは君の妄想。フィクションだ。フィクションだ。違う。違う。ハラン。ハラン。君の妄想は。妄想は。だ出て行った外へ。これがこうアランの想像力ですよ。すごいよね。どうして俺なんだ。俺なんだ。なんだこれ。ハートマン、ハートマン、出口はどこだ。出口は出られない。出られない。ここから出なくては。出なくては。ああ、出口はどこだ。出口はどこだ。アランウェイク。まだ出口はわからない。妻を助けた代償にアランは闇へ閉じ込められてる。まだ抜け出せない。出口がわからない。特別編1シグナル終了です。さてまたまたなんか難しいお話でしたね。もう一個あります皆さんね。アランウェイク、
まあ、ストーリーだけで終わった方がまた気持ちよかったかなっていう気持ちあるんですけど、ダウンロードコンテンツで続きのお話をやったらより気持ち悪くなりましたね。さあもう一個あります、特別編2。ねえ大丈夫かなこれ、ほら次で終わりなんですよ。特別編2でこのアラン・ウェイクのダウンロードコンテンツは全部終わりです。果たして次でスッキリするのか、そうできるのか、いやちょっとそれはマジでわかんねえ。大丈夫かよ、いや多分40分で多分厳しいので、もう明日やります。もう今日久々に仕事して疲れたのでもう寝ますわね。えさて、ロック解除です。アランウィーク、さて残ってるのはもう一個あります。皆さんね、特別編2小説家ね、こちらを、明日またやっていきたいと思いますのでね、明日でアランウェイクは本当の本当に終わりですね。ちょっとさっぱりわかんない部分あったんだけど皆さんもね、ちょっと目をつぶってどんなゲームだったかなって想像してみて、振り返りながら次回ぜひとも見てください。それじゃあ皆さんお疲れ様でした。おつぽよです。また会いましょう。バイバイ。